このスーパーチャージャー、この補給類外していくのが面倒ですね、この車。あといろいろついてます。まあ、とにかく下ろします。さあ、まずはこのアンダーパネルを外します。無限バンパー用についているアンダーパネルですが、ノーマルバンパーにもつきました。外します。よし、よし、お、外れたのだが、まだオイルラインがくっついてます。よし、オイルライン抜いて抜けました。スーパーチャージャー、よし。オイル漏れはヘッドとこのフロントカバーの間からでした。なくなりました。スーパーチャージャーを外して NA とか言ってたのに、今はもう人力自動車です。自動車じゃないな、エンジンはここにあります。勝手にエンジンバラシが始まっております。エンジンバラすか、お前バラされるか、どっちがいい言われて、エンジンでお願いしますと大月さんには伝えました。ホンダの方も来られてバッチリですね。もうここまでばらけました。もうヘッドボルトもこんな感じで緩んでます。さあ、これを外しましょう。もう動いてません、もうくっついてないやん、ほぼ。じゃあヘッドボルト閉めたら、ちょっと行きました。はい、お、ホンダのメカニックがやってくれてます。マイナスドライバーはこれです。お、外れますね。おお、取れました。何が落ちてまいよ、これ。どこや、さっき下ろしに行くだけど、これ、いや、ノックピンが400馬力近く出てるのに全然綺麗な、ちょっと濃い。どうですか、どうですか。わからない、わからない、どうなるのか。この辺もあるし、あ、ド
ただけどこう抜けるだけで水の方に抜けるわけじゃないし。ホンダプリモ成分としてはどうですか。わかりません。ちょっと死んだ傷入ってるな。これ前からかもしれんけど、いうかピストン普通やね。なんか、まあ、普通やな。なんか鳴ってるかなと思ったけど、わからへんね。で、全部ネジ切り取ったやろ。はい。それは言うあれもなかった。ないです、ないです。ちょうど1年前に。あ、裏側は？なん、ここは？いや、全部有利か。真ん中っすか。中その辺に飛んだ形跡を。ないもんね。強いて言えばこの辺があれなんやけど、この辺でここに抜けたんやろか。こんなになってますよ。うん、下手したらこの辺が抜けたのかな。ああ、この辺ね。うん、うん、ああ黒納豆時点で下手したら抜けたんかも。これこう入ったよとか。こう、うん、こっちの穴にここね、ここで、ここの、ああオープンデッキの弱点ってことですかね。クローズドだったら穴しかないでしょ。でもこれ今多いんでしょ、この手が。この手が多い。いや、まあまあ基本高圧縮すぎるんや。高圧縮、はい、ブースト圧縮11のブースト1ぐらいですからね。いや、ブースト1でそれ以上かかってくるわけやんか。ああ、そういう意味だ、高圧縮の。じゃ、はいはい、からもうここかな。問題なさそうなエンジンですが、この辺ホンダカーズ製版としてはどういう見解ですかね。異常ないんじゃないですか。保証聞きます。聞きません。このでも本当シリンダーとシリンダーの間怪しいですよね、これ。直上機当てて仕組みするだよ。ダメだったらどうするんですか。大月さんとこの常磐でゴーリ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 。八の字。そこどこ？浮いてる？浮いてる？それは分からんで閉まるのに。それよりもここの。あ、まあこれ、いや、基本的にだいたいガスケット部よりも面検したりするやん。はい、もうだいたいこの辺が一番最後まで残んの。ああの、シャン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 やってもだいたいこの辺が最後残んの。ちゅうことはここが一番へこんどう状態になるから。これなんでこれ虫食いみたいになったんですか、これ。いや、言うのが そこら中虫食いみたいになったんで、これこれあれかな、野村さんの奥さんのメリケンサックかな。叩かれとった。なんで？なんで？結構あちこちにボコ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 。ここなんかえらい黒いね。へこんどる。なんかちょっとね、縦でも盛る？でもなんか全部あれやね。この辺平ら。おお、なんかここ、あ、なんか違うね。あ、え、あの定規ないの？定規？ステンレスの定規みたいな。あ、向こうある。ちょっと取ってきます。
電話いただきまして。電話しました。はい、そろそろ原因が分かったかなと思って。なかなか鋭いですね。鋭いだろう。多分これエンジン組んだ人がダメですね。ああ、そう。カメラで見てんねん。カメラで見てるんですか。ああ、カメラで見てんねん。ああ、マジで何やった？今ねスピーカーで聞いてるんですけど、大月さんも石田君も本田の山本さんもいて、ちょっとわからないんです。何が原因が。それはな、オーナーやっちゃうか。問題がありそうなのはシリンダー間の あのアウディみたいなマークのあた合わせ目あるじゃないですか。 あっかな。はい、あっこが怪しい。そこ、あれストレートエッジない？ストレートの工具いっぱいあるけどストレートエッジないんですよ。君が背中で寝そべってみ。あ、じゃあ僕まっすぐな男やから大丈夫よね。反りまくりだ。歪みまくりですわ。バスケット的にはあのちょうどそのシリンダー間の間のやつが黒いのが剥がれてるぐらいで。もうエンジン終了。あ、ここも完全に行ってもとんじゃん。ここちゃん、もうここほら、ここなんか裏側。あー、繋がっとうわ、うん、いや、それが先に進めた。もう切りますね。2番と3番の間は一番ひどい。いや、とりあえず3番やったんかいな。なんか3番が結構ピストン濡れとうなって上からカメラ入れて。ここ繋がってると。燃焼室ピストンの頭ってどっか色が違うとかなんかない？ない。ないっすね。全部黒い。あー、オーナーと一緒やな。切りますよ。もう言いたかった。もうあれですよ、もう早う。もうあれでしょ、帰ったら奥さんにしばかれるからゆっくり帰んないでしょ。まあ奥さんで慣れてるでしょ、ビビるぐらい。そのうちの大敵になるけど。まあ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 、怪我せん程度で。わかりました。まだ教えてください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい。え、なんかここの隙間光が漏れてる。おお、漏れてる、うん、うわ、めっちゃ光漏れてますね。っていうことは、平らじゃない、この間が。なんか未知との遭遇みたいな感じ。嫌な感じやな。うわ、そこなんかめちゃめちゃ漏れてますよ。いや、漏れてるし、こっちから抜けやすいやん。ここまで、端から端まで抜けとうから。あ、しかもこれって今ガスケットのその黒いコーティングのやつ取り切ってない状態でこれですもんね、うん、汚れとったらもっと。これなんかもう、なんか一筋の光が見えたみたいな。希望の光やね。いや、夢が乗せて。これだけど、ほんまマジで。やけ？ペットシリンダー全部バラして。じゃんじゃん。いや、ここやからそんなに水減らへんというか。ずっとブクブクブクじゃなかったじゃないですか。バーンと踏んだ時だけボコボコボコってなって。いや、基本だけガスケットってそんなんだよ。ああ、なるほど。ふかした時にすぐ出るんじゃないの。ふかして、それが水を回りながら、ついくから、一点も遅れた状態で、まあ。そうですね。まあでもね、開けて、ちゃうやんっていうんじゃなくてよかったです。一応原因らしき。うん、なんかエンジン、こうガスケットじゃない、ガスケットだけじゃないけど、一応そこでしたってなみたいな感じ、うん、は確かにそうですよね。じゃあ普通にシビックのレースカーでガスケット飛んどってもバラしたら一切分からへん、どこが飛んど。
メタルの場合で特にシビックなんかあの中抜きとかするんですから余計分からへん。3枚とか中抜いたりする3枚。全と足らんやこれ。どうしよう。前大月さんと言ったのね、金曜日に下ろす準備して土曜日に開けてヘッドガスケットペンと入れ替えてパンと蓋して日曜日に積んで。いやもうとりあえずもう一回測って規定の数値におるんやったらガスケットって聞いてこう。いやいやもう絶対違う絶対違う。で最初の1ヶ月ぐらいは何ともなくって。ではあのうちの電通用のヘッドガスケット液体のガスケットあるからそれに乗っとったらちょっとマジ。パテパテ。ガスケット塗る。ちゃんと考えてください。もう。だけどあれカチカチのプラスチックになるの。いやプラスチックじゃん。だからいやパテの代わりにそれやる。なんでベンズってヘッドガスケット入ってへんやつがある。でその液体のやつ塗ってヘッド乗せる。それ NA ですか。え？ターボですか。NA。その代わりヘッドがちょっと歪むと。一回浮いたら逆にそれが原因でガスケット抜けすんの。ちょっとあれやな、もう一機エンジン作っとかなあかんな。えいろんなバージョンのAP2 は AP1 がない。 AP1 がないよ。ショックやわ。でも残念なことに見慣れた形になりました。だけど前はこれにまだオイルパンめぐってクランクまでいてああとか言ってそれをまた去年のこの自分やし。そうですよ、色が変わっただけですよ。いやー楽しかった。もうはい、一周ありがとうございました。